霧雨マリサによる SCP 解説、パート81です。今回もバナナ界のプロトタイプである私が、愉快な仲間たちと共に、解説担当していきますのでよろしくね。はい。ということで今回はセーフかユークリッドか、はたまたケテルか、挙句の果てにはアポリオンとかか、どれでしょうね。ということでオブジェクト3、おいでやす財団界隈。選ばれたのはセーフクラスでした。SCP-4342、実験は継続されなければならない。見た感じは、淡い発光を伴う立方体ですが、材質等々が気になるところですね。材質は折り紙です。さらっと明かされてしまいました。できればもうちょい、謎のセーフクラスとして泳がさせて欲しかったところ。泳ぎたいだってなら魚になろうぜ。おいこらミスターお魚、お前前回の出演者やろがい。リスナーから続投を望む声があったんでね。物好きな方がいるんですね。失敬な、昔頭を食べると魚が良くなるって歌があったやろ。できれば魚を食べて頭良くして欲しかったっすね。ごめんなさい。それはちょっと事務所 NG なんで。なぜなんでしょうか。なぜかは教えていただけませんでしたが、本題に参りましょう。SCP-4342 は、内部からの淡い発光を伴う、折り紙でできた立方体だ。こいつは、外部からの刺激により発光色が変わる特性を持っており、その色は、刺激の与え方によって異なってくる様子。駆逐してやる。全立方体を駆逐してやる。立方体に何されたんやこいつ。おっと、今度は青色に変わりましたね。法則とかあったりするんだろうか。その辺はまだまだ謎も多いらしい。また、発光以外にも何かしらの事象を起こすことがある。何かしらの事象？随分とざっくりとした言い方だな。まだまだ研究する余地があるいうことやな。実験を重ねなあかんで。そんじゃ倍なら。今更すぎるけどなんなんだろうあのアヒル。ちょくちょく来るけど。5本、失礼。さて、プロトコルからの実験記録という順に見ていきますぞ。SCP-4342 は、サイト22の安全保管ロッカーに収容される。扉開いてないのにどうやって入ったのかは触れないでね。こいつに対して何らかの実験を希望する場合、どんな人物でもどんどん実験して OK よ、とのこと。こいつで実験する日が楽しみすぎて、ここ3日間は毎日9時間睡眠だったぜ。ぐっすり眠っとりますやん。君にとってのぐっすりと私にとってのぐっすりは違うのだよ。ってことで失礼させてもらうよ。なんか実験行為に対してやたら寛容なのが逆に怖いんだが、これ、セーフの皮かぶったケテルとか、K クラスとかってオチじゃないよな。あえて職員に実験させて、事象を起こし続けるってのもありそうなもんだが、いや、考えすぎは良くないな。それに実験ログ見れば何かわかるだろう。そうだね、みんなで実験ログを見てみよう。って、あれ？彫刻くん、中に入ってた立方体はこれのことかい？そうそれ。つうかどっから出したんだよ。どっから出したかはさておいて、実験ログのお時間だよマリサ。いやどっから出したのか教えてくれよ。それはまあさておいて、実験ログと参ろうよマリサ。いやさておくなって、教えてくれよ。さてもさておいておくよマリサ。めちゃくちゃおくやん。こんなものを、そんじゃあとは、好きなようにぶちかましてねバナナッチ。おう任せとけ。てかさっきからこの立方体見嫌われてねえかなんか。彫刻くんこんなものを言うとったぞさっき。呼ばれて飛び出てじゃーん。誰も呼んどらん。帰りたまえ。おいおいひどいじゃないか。私だよ。まあズリーだよ。存じ上げんのよ。私の中のズリー関連はグリズリーだけだから。じゃあズリーの項目にまあズリーも付け足しといてよ。っておっと、なんだこれはまさか。そうなんだよマーズリー。実験余地ありよりのありの立方体なんだ。そっか触るっきゃないかなこれ。ぜひ触ってみてくれよ。じゃないと動画進まないから。オッケー。マーズリー博士に任せときんしゃい。チェストを。ピロポロパレポローン。なんか緑っぽい光り方に変わったぞ。マジで？それピクトカラーが反射してるだけじゃね？まあそれ感も否めないが、一応変化するよってことを再確認できたんで、まあいいじゃないか。まだまだ足りんよ。次は電気消してみようよ電気か。そうだな。一応暗闇でどうなるかも試しとくか。ってことで電気を振りますね。ほう。これはすごいっすね。青色の光もなかなか綺麗でいいもんだな。いや、すごい暗いっすねって。暗さの方に驚いてたのかよ。違くない？今そこじゃなくない？この明かりを気にすべきじゃない？すげえ四角い。そこじゃねえんだよ。たく、なんでこう、ずれた感覚のやつばっか集まるかねえ。お次はどうしやす？一体全体どうしやす？そうだな。何か木箱的なものに閉じ込めてみるか。オッケーっす。木箱持ってきまーす。気をつけていってきなさいよ。今夜はカレーだからね。はぁ、まったく、年頃の博士はなんで話を聞かないのかしら。バナナお母ちゃんただいまー。あらマーズリーちゃんお帰り。いやどこのじじいじゃ貴様。私の可愛いマーズリーちゃん。老け倒した上に肝心の箱持ってきてないやん。これのことかい？お前らのその手元に箱召喚するスキルなんさっきから。それと今どうやって箱持ってんだ後ろで腕組みやがって。つうかよく見たら木箱じゃなくて腰再利用段ボール。めっちゃ突っ込むねマリサ。貴様のせいだからな。まあいい。とりあえず被せてみてくれるかそれ。こんなものを。どうもありがとう。そんじゃ1、2の3で取ってくれるか ?3、2、1 でならいいよ。どっちでもいいから早くしてくれるかじいさん。56。おや、56カウントのわけわかんなさに対して、色に変化はないな。暗闇に放置されたり、閉じ込められたりという刺激に対しては青色の発光を示す傾向にあるのかもしれん。まあまだ断定はできないが、他の実験も試してみよう。とその前にわしは箱を片付けてくるわ。おう、小道具部屋はゴープーストレートからのターンレフト。そしてインザスカイだぞってまた聞かずに行ったぞあいつ。最後のインザスカイでミスる新人多いんだがな。やべえやべえ、死にかけましたわ。おう、マーズリー博士、死にかけたことにより見た目が戻ったようだな。お次は何をしでかしやしょうかマリマリッチ。お次は、壁にこの立方体をぶつけてみようぜマーズリー博士。もしかしたら他の物体にも何かもたらすかもしれんからな。オッケーっす、そんじゃ蹴り飛ばしますね。相手のウォールにシュート。液体壁消えたでおい。嘘やろ、そんなことも起こすんかこいつ。やべえ、なんかお腹空いてきたな。なんでこのタイミングでお腹すくんだよお前は。仮に空いてたとしても今言うなよ。つうことで軽食用のサーロインステーキ食べるぞい。お前の頭の中の時点における軽食重くないか。いやいや、ミディアムレアなんでこれ。焼き加減関係ないと思うんだけども。それとお前その角度やめろ。確実に箱にボトンスほら言わんこっちゃない。なんでバナナママの言うことを聞かないのあなたは。お母さんあなたがお外でボトンしないように、こうして怒ってるんだ。お前も消えるんかーい。もうこいつ絶対セーフやないやん。いや一応財団家にはいるけども、もうセーフという呼び方を変えるべきだと思うよ私。春はあけぼの松崎黒氏。マーズリー博士の犠牲は残念だが、こいつが我々にもたらす進歩感が見ると、そう容易に研究をやめるわけにはいかないですよね。どうも小博士です。はじめまして小博士。いやしかしだな、これ以上はやめた方がいいと思うんだ。危なそうだし動画の尺が伸びちまう。なーに甘ったれたこと言ってんだ。こいつを燃やしたり、唾を吐きかけたり絵に描いたりするくだりがないと、実験ログがないと物足りないですねとか書かれんだろが。だもう、好きにしろ。燃やしてどうだい明るくなったろうおじさんになればいいじゃないか。うへへへへ、やったぜ。ついにこの日が来たぞ。私は君を燃やすために生きていたのかもしれない。気持ち悪い生きがい持って生きてきてんなおい。春先になるとお前のような奴が必ず出てくる。来年が心配だ。なんてことを言っていたら、綺麗な緑色になったな。素晴らしい。この美しさ、ぜひアートとして残しておきたいところだ。寄せやめろ。これ以上尺を伸ばすんじゃない。もう遅いぜマリサ。AVI に移した後のレイヤーの多さに苦しめ。そんじゃちょっと向こうで書いてきますわ。なんて卑劣な野郎なんだ。どうせ色が変わるだけじゃないか。色が変わることで関心を集め、たまに物体を消す。もうそれで終わりじゃダメなのかこの動画は。つうか画面内でかけや。どういう動画なんだよ。しかも色変わらんくなったぞ。あいつ何してんだ。左から失礼するぞ解説バナナ。な、不死身の爬虫類。お前なんでこんなとこに。小博士というやつに呼ばれてたんだが、いざ来てみたらこのサイトには誰もいやしねえ。何言ってんだ。そんなはずないだろ。あのなあお前、そんなはずないことが起きてるから、俺様クラスがこうしてきてやってるんだ。なるほど。だけどお前違反は違反だ。今回はなんかヤバそうだから手を貸してもらうけど、ほんと特例だからな。言われなくたってわかってるさ。説明が終わったら戻ってやるよ。信じていいものかわからんが致し方ない。一体全体なんだこの物体は。こいつは、不意に周りのものの実存性を消し飛ばす立方体だ。実存性が消えるわけだから、壁は壁と認識されなくなるし、人も、そして場所も、てか物体が物体たる存在ではなくなるわけだ。そもそもこいつ、さっきまでサイト22にいたが、今はサイト44にいる。もしかして、小博士がこいつを書きまくったことで、サイト22が消し飛んだ。その通り、ざまあみろ人間ども。ておいおい寄せ、色を変えるな。クソが、じゃあなバナナ、せいぜい気をつけろ。おいおい、不死身の爬虫類が怖がるって相当だなこいつ。割と K クラス説濃厚なんじゃないか。 K クラスだって、それは研究せねばならんな。まずは軽い攻撃を与えてみようか。よせよせやめろ。また何か消える上に尺が伸びるぞ。ちょっと警備員連れてきますわ。今回話聞かねえやつばっかだなおい。サイト管理官のビル先輩に呼ばれてきました。ほう、これを打てば良いのですねマリサさん。いやできれば打たないでほしいんだけども。わかりました。一思いに打ちます。私の思いは伝わらなかったようです。己謎の立方体ぶち抜いてやるくらいこの野郎。はい、まあ想定通り消えたわけですが、ちょっと、サイト管理官のビルさーん。はいはい、何かございましたでしょうか。ございましたよ、警備員消えましたよ。おやおや、それはお困りピーポーなうですね。仕方がありません。私が持ち帰って舐めたりあやしたりしましょう。いやいやなぜそうなる、もう研究はよそうぜ。おい、足で持ってくんじゃないよ足で話を聞けよ。はい、聞いて差し上げましょう。高橋さん大変なんだ。ビルが立方体持って帰っちまって。そのようですね。おかげさまでメキシコシティのいくつかの近隣居住区とシティ大部分とサイト44が吹き飛びました。知らんとこですごいこと起きてもうたやん。うすうすお気づきかとも思いますが、このオブジェクトは K クラスシナリオ完了です。クソと影が怯えてる時点でそうだろなって。でしょうね。ですがまだ起こりかねないよとこ止まりなので安心です。シナリオの種類としては SK クラス、支配シフトシナリオですね。地球を支配する存在が、人間ではない存在に置き換わるんだっけ？そうです。人の強い研究力を引き出し、存在抹消力を持ったこのオブジェクト。なんと、あの O5 まで毒すレベルです。おいおいしっかりしてくれよお偉いさんたち。もっと実験、とおっしゃられています。わがままな子供かな？とりあえずまあ、メキシコシティと数人の被害で抑えられたと考えてておこう。そうですね。政府のふりした化け物立方体、私高橋、今後も気を引き締めて管理したいと思う。こら彫刻くん、返しなさいそれ。カーエーシーナーさいっての。本日も財団界隈は賑やかですと。いうことで今回の解説はおしまいだ。いやー、危険な SCP はスカンな。まあ次回もよかったら見てくれ。そんじゃばいなら。